皆さんこんばんは。こどもつくるサミット2012広報番組始まりました。イエーイ。ですが、じゃあ3人謝りたいと思います。実はですね、先週の放送なんですが、年内最後になんですが、アーカイブ取り忘れてました。イエーイ。ね、はい、すいません。今日はその忘年会ライブを皆さんに見てもらおうと思います。はい、はい、まず受付を説明してください。はい、こんな感じで、はい、受付です。受付です。今は福田社長が、陽子ちゃんが、はい、おめでとう。え、陽子当たったの？悔しい。悔しい。はい、次、あやろ。今福田社長が行きます。福田さん、当たりを取って、当たり。いや、今ね、取ったんだよ。ね、取ったの？彼の分も2枚引いてくれたら1枚当たったの。おめでとう。勝ったけど。すごい。当たって楽しみで。青だったね。青とお菓子だったね。そうそう。じゃあね、彼の分の場所見てみましょうかな。じゃあ、2回お願いします。この青いカードは、後でまたお知らせをするので、持っててください。じゃあ、福田さんじゃ早く取って。お菓子は？はい。片手でつかみの取り物。いや、あやろ。はい、受付やって、くじを引いて、くじを引いて、お菓子を引いて、いや、カメラマークと、お菓子と、葉っぱのと、お菓子だけが、はい、あず、意味わかってるから。じゃあ、面白いのは、次のあやののみんな注目、あやのが、今日ね、仕込んできてる。あ、すごい。ひろけよ、おい、マイカマイカ、さあ受け付け、あやのちゃんです。忘れてる。はい、お母さん、お金は、お母さん、お父さんとお母さんの分もあったんで、はい、あやの、3500円。まず、さあちゃん、ちょっとマイトム、さあちゃん、マイトムだっていい？はい、はい、今ね、あーちゃん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 、いいよ。まず、あーちゃん、このくじは、これくじくん、これはくじ当たれよ。よし、あやろ、お菓子いきます。さあ、あやろちゃんと見とってよ。斉藤ちゃん、斉藤ちゃん、あやろ、はい、はい、いいよ、この辺。はい、どうぞ、あやろ、じゃあ、T シャツの片手で、はい、ちょ、見とってよ、あやろ。あ、手袋、うわ、手袋。頑張れ、頑張れ。あし、あし、あやろ、正解、ほら、おお、そこにね、あやろはそこにセロテープを仕込んできてたんだよな。はい、これおじさんからサービス。はい、おっ、はい、おじさん、ありがとう。よし、バイビー。オッケー、次、はい、せーの。それではゆっくりライブをご覧ください。てれん、てれん、皆さん、こんばんは。こんばんは。先生、こんばんは。忘年会の主催者の澤エグゼクティブプロデューサーにお願いしたいと思います。噛みませんでしたね。はい、はい、はい、皆さんこんばんは、子ども地球サミットのプロデューサーの澤です。今日は年末のお忙しい時間ですね。28日という本当に仕事を納め、あとは学校が終わった頃ですかね、これだけの密が集まってくださってありがとうございます。今日はなんとね、二次会からの参加の方も実は結構いて、総勢60名以上の方が、60名ぐらいの方かなが参加してくれます。本当に皆さん今日はありがとうございます。で、今日はですね、子どもたちのステージもありつつ、あとは先ほどのこういう紙取りをしましたけども、何人かこの中にも当選した方がいるんですけれども、後ほどその辺のプレーションですね、やっていきたいと思います。で、ちょっとですね、簡単に会場内の説明しますね。はい、お料理こちらに並んでますので、これが売店形式になってますので、お腹が空いてたら好きなだけ食べてください。今年は、イマジーさん、株式会社イマジーさんが私が
ロジェクト明日はやっていくんですね。これをやってくれました。でその中でいろんな方に協力いただいて、でこの会場内の方も皆さんに関わっていただいて支援金を集めたり、あとは舞台をやったりとかですね、歌を歌ったりとか、本当にいろいろなことをやってきました。皆さんの協力があって成り立ったところでした。ありがとうございました。来年は子ども地球サミット8月の3日から5日決定いたしましたので、どうぞまた多くの方に参加していただきたいと思います。次は乾杯です。じゃあ準備なんでちょっとゆっくり長く話していただければ。じゃあ乾杯の乾杯を、はい、乾杯は久米田さんに温度を取っていただきたいと思います。じゃあ久米田さんどうぞ前へ。久米田先生これこれ、はい、じゃあ先に乾杯の準備、はい、じゃあ久米田さんその間にどうぞつなげてください。お願いします。じゃあ着用するのだって SC ですから。今年も1年いろいろあったと思いますが、こうやって、まあ、年の終わりにみんなこうやって集まっていただきとても嬉しく思います。塾の先生、はい、では、まあ、子供たちが成績がぐんぐん、はい、先生のおかげです。今日はあんまり長いのになって、はい、じゃあそろそろ始めますか。OK、 クラスの皆さん大丈夫ですか。はい、じゃあ、それでは、まあ、来年もこうやって酒飲んで飯食って歌って踊って騒ぐ、まあ、それが、まあ、勉強も肝心なこと言ってくださ先生。わかりました、はい、じゃあ勉強もやる、まあ、それが普通にできることを願いまして乾杯。乾杯。来年も、会場決定しまして、まずはテクニカルスタッフを紹介します。子ども地球サミットエグゼクティブプロデューサー沢ちゃん、皆さん大きな拍手を。先日撮った卵を8日で並べてましたが、それは子ども地球サミットの舞台監督補佐であり、今 KSC の運営と今年の支援ライブを第4回まで手伝った、10年分から付き合っていますが、ダサいやつを紹介します。今に一方で社長です。でただいまホリティから出向中の、昨日までノロウイルスでした。実はノロウイルスですが、医者が OK 言ったことで来ました。多分ここの会社全員ノロウイルスだって休みます。OK、僕はノロウイルスだって明日仕事休めるってことを大義名分に呼んでまいりました。今に制作清水玉子さんです。ちなみに彼女は子ども地球サミットではプロデューサーでもあります。この場でやってまいりました舞台監督斉藤です。衣装部のマサさんは遅れてますか。遅れてますか。じゃあ代わりに旦那のイエーイ清水家のマサさんのマサさんの代わりに大きな拍手を。別に応援組は全然お世話になってません。KC といい、舞台監督長野県に地元で一生懸命回っております。うっしー、はい、手を入れるし
番組見て私は照明やるという単純な道具から照明今勉強してます陽子さんです。昨日も実はパーティーなのに草を送ってました。それに実は今日はお客さんとして招く予定でしたが、やっぱり職人派だというでしょうか、徳田社長は今もやっぱり音響を作ります。音響の皆さんです。で、スタッフのなんかね、娘さんの彼氏っていう噂ちょっと耳に入ってる。そうだそうらしいわ。徳田社長の娘さんの彼氏が今今日来てます。で今こき使われてて配線とかやら怒られられてます。日大にも大きなんですよ。それでは、スタッフの代表を含まして舞台監督の斉藤、はい、マイク、はい、一言よろしくです。はい、じゃあすいません、一番下手のマイクを使っていただきます。はい、皆さんお疲れ様でしたということで、2011年いろんな大変なこともありましたけども、もう僕個人的にもいろいろありましたが、無事にね、生きて終わることができたかなと思っております。はい、で、来年また子ども地球サミット、ね、開催決定いたしましたけども、僕らスタッフもですね力を合わせて、頑張っていきたいと思います。2012年はぜひ皆さんで笑顔になって頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとう、こんばんは。早々と子ども地球サミットで開催が決まりまして、もうねみんなワクワクドキドキという感じだと思いますが、今日は、本当に忘年会で本当に今年いろいろ大変なことがありましたが、本当にみんなのおかげで多分岩手の陸前高田のみんなも、すごく喜んでると思います。来年もっと楽しい、子ども地球サミットを目指してみんなで頑張りましょう。頑張りましょう。
やつで、今日クビだけじゃないですよね。1番歌った後、2番前はクビだけって、前来いよって言ったら、前やっぱり優しい、ちゃんと前ちゃん、優しい前ちゃん、もう一度マイカちゃんに提供したいと思って作った曲なんですが、まあ、俺のロックな魂をみんなに伝えたいと思う。俺のロックな魂はマイカにまた10年早いからいつか分かる気がするの、みんなにも分かる気がするの。だから今聴いてもらうぜ。いいっすか。 OK。 お邪魔します。ロックのやつだけ俺に敬語つかないから。いいですか。あ、それぐらいだから。タラがいつぐらいで打ち合わせて。はい、わかりました。だから、ブライカイ、ブライカイ。オーケー。セッソンコーン。人として、聞いてください。
知ってる方一緒に歌ってください。はい、聴いてください。英語の歌詞笑いの神様が降りてます、最近。
最近ほとんど影薄くなっております。アイロンです。イエス。頑張っていきます。 KC なんと最年少熱狂組のまゆみちゃんです。来年カウンターズの舞台を伝えたいと思います。今日初めてです。いつも前とか中学生があって一緒に歌わせてきましたが、アンジとリサは今日忘年会の代わりに、2人で進行。アンジ、曲中の MC です。曲中の MC 感想と OK で、来年はちょうどね、前と出会った年代になります。来年の、子供地球サミットアンジとリサに任せたぜということで聞いてください。プレッシャーすごい。キーワードは誰が言うの？アンジ、キーワード、キーワード、キーワード。お前と、お前が小学生の年で俺が小学生1年みたいな。何や？いい、キーワードやろ。はい、聞いてないみんな。大きな拍手を。聞いてください、プレシャスマン。
高野さん、ゴーイエーイ。
それでは聴いてください、あゆうた。できない。選んだ。
この歌は、この東日本大震災が起こってからの私からのメッセージでもあるので、聴いている皆さんは、自分に問いかけられているつもりで聴いてください。ギターと、もうちょっと繋いで。Thank you.
カウンターで届けなくちゃ。カウンターの呼び方を一発あります。一国道のものまでどうぞ。皆さん注目してくださいね。口の動きに注目。ちょっとカメラ回って大きな拍手を。はい、内田カオと言います。カオがやる小林。あ、小林さんで始まった。はい、行きます。そんなの関係ない。はい、ハッピー。カオは新人の中で大抜擢で今回レコーディングメンバーやりました。中尾舞子って。はい、はい、ほのか、あずりな、はい、ラスト明日は聞いてやってくるよ。Bye.
ども今9時15分なので、はい、今ねまず会場の方にお呼びたいんですけど、ね、おばさん、はい、上山さんでいいですかね。はい、食べてる食べてる食べてる、まだゼリー余ってるよ、ゼリーが、はい、はい、はい、飲み残りテラスのスタッフの皆さん、今日は、本当にこの時間帯にこんな形でやるのがあまりないのでね、はい、ありがとうございます。どうも、美味しい料理と美味しい。Thank you.